自民党の比例東海ブロック選出で、静岡3区の宮沢博之衆院議員が、週刊誌で女性問題が報じられる見通しとなったことを受け、先ほど議員辞職願を提出しました。宮沢議員はきょう午後、NNN の取材に対し、あさって発売の週刊誌に女性問題が報じられる見通しになったことを受け、きょう中に衆議院に議員辞職願を提出する意向を明らかにしていました。また複数の関係者によりますと、宮沢議員はきょう事務所関係者などに議員辞職の意向について説明し、自民党からもらった議席なのでしっかり返しますなどと話していたということです。すでに党幹部にも議員辞職の意向を伝えているということです。自民党の安倍派に所属し、裏金問題でも注目された宮沢議員。派閥の方から、かつて収支報告書に記載しなくてよいという指示がございました。はっきり申し上げます。3年間で140万円です。喋るな。これですよ。派閥からのキックバックが2020年からの3年間で140万円あり、派閥から収支報告書に記載しなくていいと指示があったことをいち早く暴露し、注目を集めました。一連の問題で岸田総理が安倍派の閣僚や副大臣を交代させる方針を固めたことを受け、議員会館の事務所で辞表を書き、防衛大臣に提出しました。やり残した仕事はあるけれども、これはもう仕方ないことですから、粛々を受け入れていかなければなりません。悔いはありません。もうだいぶ前からどうしようか喋ろうかと思っておりましたので、悔いはありません。その後は説明や謝罪のため地元を訪れていた宮沢議員。今年1月には早朝の天竜川で行われた若手神職らが寒さに耐えながら心身を清める大寒みそぎに参加していました。不思議なもんですよね。昨日ああいうことがあって、今日みそぎなんですから不思議なもんだなと思いますけど、もうこれで心機一転、地元で出直すために頑張りたいと思います。地元の有権者らに裏金問題について謝罪しました。申し訳ないです。これに申し訳ない。なんかでもあなた先見の明があるよね。先に言われたから派閥解消って、みんな評価してるよ。だって自分の責任じゃないよ、派閥がそうしろって言うの。お世話になったのは派閥ですんでね、申し訳ないなと思いながらも、あれしかないなと思ったのを何なんですけど、観光の中で、監修の中でやっちゃったっていう、私たちの責任があるものですから、それを昨日ああいう形で示すしかなかったかなと思います。今回の裏金問題を受けて、自民党の党紀委員会は今月、安倍派トップの座長を務めた塩谷立議員と、参議院側のトップだった世耕弘成議員を除名に次ぐ2番目の重さにあたる離党勧告処分を決定。一方、裏金を暴露した宮沢議員に対する処分はありませんでした。議員辞職の意向を受け、地元磐田市の事務所では、こちら磐田市にある宮沢議員の事務所なんですが、以前来た時は事務所の前にポスターなどが貼られていたのですが、今日はすべて剥がされています。すでに宮沢議員のポスターなどが剥がされていて、事務所の秘書は驚きとショックが隠せないなどと話していました。週刊誌で女性問題が報じられる見通しとなったことを受け、議員辞職する宮沢議員。今日 NNN の取材に対し、週刊誌で報じられる女性との関係に政治資金収支報告書に不記載のお金が使われたことは一切ないと強調しています。そして先ほど衆議院に辞職願を提出した宮沢議員、提出後報道陣にこう答えました。今バッチリ外されます。はい、議長宛に辞職願を提出してまいりました。理由は一身上の都合でございます。これ以上政治全体の信頼を落とすわけにはいきません。パーティーの不記載問題で国民の皆さんに大きなご不信を抱かせてしまっていることについては、
改めてお詫び申し上げます。それとは全く別の話ではございますけれども、まあ、私の不祥事が重なりまして、これは責任を取り、けじめをつけなければならないと判断し、本日辞職願いを提出したところでございます。改めて国民の皆さんに深くお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。一連の安倍派のキックバック問題については、はい、いろいろな事実関係について、どなたかからしゃべるなと言われたという話ありました、はい、この件について、議員辞職された今改めて説明する考えはありますでしょうか。はい、しゃべるなと言われたこと、観光令が組織的に引かれていたことについては、確かでございますので認めますが、どなたが私に言ったのかというところについては、これはお話しすることは差し控えさせていただきたいと思います。議員辞職されてもそこは話せない。話せません。組織的にこういうそういうことがあったということだけでよろしいのではないでしょうか。不祥事が重なったということですけれども、どういった不祥事でしょうか。はい、それについてはまだ報道もしっかり出ておりませんので、私としてもこれということは今できません。ただはっきりさせておかなければいけないのは、不記載資金で不祥事を起こしたということではありません。不記載資金で不祥事に支出したということでは断じてありません。でもそういうご不信を抱かせてしまうことそのものが、今回私にとっては大変悔しい思いですから、ここは責任を取らなくちゃいけないと思って判断をしました。まずは宮沢博行議員の経歴について見ていきます。宮沢議員は1975年岩田郡辰山村、現在の浜松市天竜区の出身です。そして1997年東京大学法学部を卒業した後、2003年から3期にわたって岩田市議会議員を務めました。その後2012年に自民党から衆議院議員選挙に出馬し初当選を果たします。その後3期連続で当選し、4期目を目指した2021年の選挙では小選挙区で敗れたものの、比例復活で4選目を果たします。また2023年は浮き沈みの激しい年となりました。9月の内閣改造で防衛副大臣への就任を果たしましたが、そのわずか3ヶ月後、12月ですね、こちらには自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金疑惑について、派閥から収支報告書に記載しなくてもいいと指示があった、しゃべるなこれですよと、派閥内で慣行令が敷かれたことを暴露し、その翌日に防衛副大臣を辞任しました。画面変わります。こちら、この裏金問題については、先ほど塩谷立衆院議員が離党届を提出しましたが、こうした中宮沢議員は今日取材に対して、あさって発売の週刊誌に女性問題に関する記事が掲載される見通しのため、先ほど衆議院に議員辞職願いを提出しました。これについては複数の関係者によりますと、事務所関係者などに自民党からもらった議席なのでしっかり返しますと話しているということです。そして今回のこの女性問題と裏金問題の関係について、宮沢議員は取材に対して、週刊誌で報じられる女性との関係に政治資金収支報告書に不記載のお金が使われたことは一切ないと強調しています。